私は昨日髪を切りました。この日本語を英語に直した時に、まあ、よくやるミスがあるんですね、まあ、これもよく間違いますよっていう感じで取り上げられるのは、私は財布を盗まれました。ドアに手を挟んだハロー、and welcome。 はい、みなさんこんにちは、大串とカエルです。はい、というわけで今回もね動画を撮っていきたいんですけれども、前回は、まあ、オタクとかについての話をしましたね、うん、でコメント欄とかでも結構詳しくなんかオタクについて解説してくださる方とかもいて、まあ、それを見てるのも結構面白かったんですけど、うん、まあ今回はですね、ちょっと僕が、やりたいなと思った企画でですね、日本で、まあ、英語を教えさせてもらってるんですけど、まあ、予備校とかいろんな場所でね、日本人の方が、まあ、よくやるミスっていうのが結構あるんですよ。なんか典型的なパターンっていうのかな、そういうのが結構あるんですね。で、日本語からまあ直訳しちゃって英語に直してミスをするみたいなパターンとかが結構多いんですけど、まあ、その代表例みたいなのを、まあ、シェアするのもね多分面白いと思うので、うん、まあそういったものをシェアして、じゃあそれの正しい使い方って逆に何なのみたいなとこもね、彼らに聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ早速ちょっと一つ目から紹介していきたいと思いますけれども、はい、ちょっと日本語を言ってまずね、日本語を言ってから、それで、まあ、こう間違いやすいよっていう英語を言いますので、その順番でちょっといきたいと思います。はい、まずはですね、私は昨日髪を切りました。まあ、この日本語を英語に直したときに、まあ、よくやるミスがあるんですね。で、どういう感じかっていうと、I cut my hair yesterday。ああ、I cut my hair yesterday ですね。はいはいはい。で、これは言いたいことずれちゃってますよね、多分。間違って伝わるときありますよね。あるあるある。これどういう風に聞こえますか、彼ら。一応、髪を切りましたっていう使い方でも。あるんだけど、うん、もしかして自分で切ったっていうニュアンスが入ってる、うんうんうん、やっぱそうなんだ。絶対自分で切ったっていうのが、うん、分かるわけではないけどって感じ。そうその後なんか I cut my hair yesterday って聞いたら、うん、by yourself？ はいはいはい、で聞かれることは多いと思う、ね、まあ基本的にそれって言われたら、あれ自分で切ったのかな、他の人に切ってもらったのかなって、やっぱ曖昧になっちゃうみたいな。そうだから100% 間違ってるっていう感じではないのか、 100% 間違ってるっていう感じではないかもしれないけど、うんうんうん、ちょっと曖昧になるみたいな。そう、ちょっと曖昧な、うん、で彼らだったら、じゃあ正しくちゃんと、まあ髪切ってもらうっていうとね、普通私は昨日髪を切りましたって言っても、まあ自分で切ってる人の方が少ないはずなんで、うん、本当はね誰かこう美容室とか行って美容師さんとかに切ってもらうって感じじゃないですか。そう、うん、じゃあそういう場合、要はちゃんと他の人に切ってもらったんですよって言いたい場合はどういうんですか。I had my haircut yesterday。 I had my haircut yesterday。 それより多分、うん、I got my haircut yesterday。 なるほど、 got を代わりに使うと。そうその have と get 一応ね、説明しておくと、形としては have を目的語で C の位置に past participle、 うん、過去分詞の形を持ってきて、 O をほにゃららしてもらうとかっていう意味でね、 Have O C、 Have O 過去分詞も Get O 過去分詞も、まあ、似たような意味で使えるはずなんですけど、うん、なんかこうイメージの違いとかっていうのはありますか。今の場合だとその髪切る、うんうん、だったらイメージ変わらないと思う。あ、もう同じ感じ、イメージは、うん、同じ感じだと思う。なるほどなるほど。なんかこうカジュアルとか、なんかその違いってありますか。あ、それだったら、うん、ゴットの方がカジュアルかな。あ、ゴットの方がカジュアル、ゲットの方がカジュアルな感じがする、ね、うんうん、日常の会話ではゴットの方が多いと思う、うん、私はそっちの方がいいと。オーストラリアとかだったらその方が多かったんだ。そう私がそっちの方が言いたい、カジュアルな感じだと。なるほど。ちょっとなんかフォーマルっていうか、うん、ニュースではちょっとおかしいんだけど、うん、ニュースでなんか髪切ったっていう話が出たら話題的に話題的にないからねなんかね、例えばなんかね、天皇陛下が昨日も髪を切られました。そこまでじゃないそんな話題はないしねそこまでフォーマルじゃないんだけど、うん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 、なんかもうちょっと、うん、そのきっちりした英語っていうか、うんうん、若干フォーマルな感じがある。はいはいはい、なるほど。もうすごいカジュアルじゃない。うんうんうん、
だからニュースとかでもし have を囲むし、うんうんうん、participle っていう形を使うんであれば基本的には have が、うん、have の方を使う方が良くて、うん、get はあんまり、うん、ニュースとかで使うとちょっとカジュアルすぎるかなっていう感じがあるのかな。ニューだとゴットは少ないと思う、ね、うん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 、確かにゲットってなんか単語的にはすごいカジュアルなイメージだもんね。なるほどなるほど。で、まあ、一応ねハブを過去分詞ゲットを過去分詞の話が出てきたので、まあ、この形って今みたいに、まあ、髪を切ってもらうっていう意味だったらなんかプラスな意味というかね、うんうん、どっちかっていうといい意味だと思うんだけど、なんか悪い意味で使われることもあるよっていうのは、うん、ぜひね受験生とかの方に覚えておいてほしくて、例えばよくね、まあ、受験参考書とかでも、まあ、これもよく間違えますよっていう感じで取り上げられるのは、うんうんうん、私は財布を盗まれましたですね。これはどうやってやるかっていうと、まあ、いろんな間違いがあるんですけど、I was stolen my wallet、 あーいやいやるんですよあまあ、本来ね steal っていう単語、なんとかを盗むっていう単語は人、うん、steal ものだから、うん、確かに、それをねこう受け身にして、受け身にしたら絶対 subject 主語は my wallet になるじゃないですか、うん、my wallet was stolen ってならないとダメなんだけど、うん、本当はね、うん、だけどあのやっぱ日本語だとね私は盗まれたって考えちゃうから、そうすると I was stolen ってやっちゃって、でまあ財布だから my wallet かなみたいな感じになるんですね。どういう感覚に聞こえるのかね、これ財布余ってる感じ、財布余っててなんか私が盗まれたそうだよね、人を盗むみたいな、私が盗まれた財布なるほどねでもそれを言われたら言いたいことは分かる、一応分かる、うん、けどちょっとうんって一瞬で I was stolen って言われて、今いるんだからの盗まれたわけじゃないし、ね、人だから盗まれることはないし、なるほどなるほど、そうだよね、そこはもう理解して、うん、でなんかストールンとウォレットが書いたのそう言ってるから、うん、あの一応あまあ財布を盗まったんじゃない、財布で盗まれたのかなっていうのは分かるけど、まあやっぱ変な文章だよね、変な文章だよねじゃあまあ正しく言うとね、うん、どうなるのかっていうと、I had my wallet stolen、まあ、例えば昨日と yesterday という形なのかな、これはどうですか、 文としては自然に聞こえますか、自然だと思う、自然だと思う、うん、I had my wallet stolen、うん、なんかカジュアルな会話ではあんまり聞かないと思うんだけど、ああやっぱりここもハブの方がなんかちょっとフォーマルとまではいかないかもしれないけど、ちゃんとした感じに聞こえるのかな、うん、そう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 、じゃあ get の方が I got my wallet stolen、それはちょっと違うと思う、あんまり聞かない、聞かないし、なんか I got my wallet stolen yesterday って言ったら自分のせいで盗まれた、なんか自分が何かやったから、うん、財布が盗まれた、本って置いて、はい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 、こっち見て、うん、もう一回見たらなくなったとか、はい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 、なるほどね、じゃあそういう文脈、文脈だったらありえる、そういうコンテキストがあれば、そう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 、なるほどね、 I got my wallet stolen yesterday、 でもあんまり言わないと思う、言わない、ハブの方がまだ、うん、 I had my wallet stolen yesterday、 なるほど、自分のせいだってすごい自分のせいにしてる、なるほどね、ハブの方がそこら辺はなんか別に誰に責任があるとかっていう感じでもなくて、単純に盗まれたみたいな感じかな、そうだね、あんま聞かないからね、ああそうなんだ、あんま聞かないからなんか慣れてないから、なるほど、ね、なるほど、じゃあ、例えばこの言い方だったら Got my wallet stolen も、うん、Had my wallet stolen も、まあ、強いて言うなら Had の方が聞く気がするけれども、うん、まあ、あんまりそもそもどっちも聞かないから、うん、じゃあやっぱり私の財布が盗まれたって普通に言いたい場合は、うん、My wallet was stolen yesterday、うん、なるほど、普通の受け身の形を使うと、そう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 、うん、っていうのが一番シンプルってことだね、そう、それ一番聞くし、うん、一番間違わない、なるほどね、うん、変なニュアンスも入んないしそう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 、うん、じゃあもう皆さんね、ぜひね、私の財布が盗まれたっていう場合はね、まあ、とにかく気をつけるのは I was stolen my wallet にしないことね, ね My wallet was stolen にしっかりすることを注意しましょう、はい、でね、カイラ、 Yes、もう一つですね、ハブを過去分詞、ゲットを過去分詞でよく見る表現があるので、ちょっとそれを一緒に話していきたいんですけど、 OK、それが、まあ、何かとね言うと、ドアに手を挟んだっていう表現なんですね、うん、で、まあ、どういう感じで言うかっていうと、まあ、例えば電車とかだったら、う
I got my fingers. I got my fingers caught in the doors. みたいな感じかな。言い方としては、I got my fingers caught in the door. でもいいわけですよね。そう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 。この in the door と in the doors になるのもあるんですよね。そう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 。その場合何がこう違うというか。まあ扉が、うん、そのドアが2つあるか1つあるか。うんうん、2つあるか1つあるか。電車だと2つがあるじゃない。うん、なるほど、こうやって閉まるね。そう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 。あとなんかスーパーとか。ああ、なるほどね。あの自動ドアっていうのかな。そうそうそう、自動ドア。これね。これね。なんか挟まることはあんまないと思うんだけど、自動ドアだと。でもエレベーターとか。はい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 。こうやって閉まるエレベーター。いやまあエレベーターでもどうだろう。こうかな。そうだよな。うん。だからその場合 in the door。なるほどね。だから普通の家とかのまあドアだったら普通は in the door なのかな。で、まあ、この表現なんですけど、まあ、よくね、get の方が聞くんですけど、うん、だから、get my fingers caught in the door。これはよく聞くんですけど、ハードはあんまりなんか、僕聞かないというか、まあ、なんかあんま使わないんですけど、どうなんですかね、会話。これ、なんかこの場合。この場合だと違うね。違う。ちょっと違う。got だと、うん、その自分がやったせい、何かやったせいで、手が挟まる。うん、なるほど。ああ、なるほどね。自分が何かをやっちゃったせいで、例えばなんか電車にこう、うわーって走って、駆け込み乗車したから、バンってこう、挟んじゃったみたいな。そう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 。なんか自分がやってる時に、なんかこう、うん、自分のせいとかそれほどじゃないかもしれないんだけど、なんかやって、それがあった。なるほどね。ハブの場合は？ハブだと、そのなんか自分がやってからそうなるんじゃなくて、うん、ただその状態で。なるほど。なんかこう、そういう自分のせいっていうニュアンスがないみたいな感じ。そう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 。なんかこう、単純に挟まっちゃったみたいな。そうそうそう。ことを言ってるだけで、そこが自分がなんかやらかしちゃって、そうそうそう。自分がなんかをやっちゃったせいで、その挟まったっていうニュアンスがなくなるみたいな感じかな。そう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 。まあ確かにね、なんか手挟むっていう時は、なんか自分が焦ってたりとか、そう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 。そういうことが多いから、やっぱゲットを使うパターンが多いってことなのかな。そうそうそう。だからもう、ハットは間違ってはないんだけど、大体自分が急いで、うん、こうなるとか、なんかそういうのがあるから、got、ね、の方が多いと思う。なるほどね。じゃあまあ普通にみんなが手がまあ挟まったっていう時は get を使ってあげればいいかな。うん。なるほど。じゃあ皆さんぜひ get をね使うようにしてください。はい。じゃあ次の表現は夢を見るっていう表現ですね。お、はい。はい。夢を見るっていうのを例えばまあ昨日夢を見た、昨日の昨晩夢を見たみたいな時に。